いますけれども、そうですね、とにかく、まあ、今年の締めくくりとしてですね、一つ頑張ってほしいですよね。はい。はい、さて、女子のゆか、まず最初の演技者なんですが、アメリカのドミニク・ドーズ選手です。この弾けるようなタンブリングをご覧いただきます。赤羽さん、はい、本当にこのドーズ選手の動きっていうのは他の選手とちょっと違いますよね。そうですね、今往復でタンブリングをやりましたけども、はい、この選手しかやってません。そうですね、思わず見とれてしまうこのゆか運動の演技なんですが、現在アメリカではシャノン・ミラーと共に人気を二分する選手と聞いております。曲はバラゲーニアです。さあ3度目のタンブリング、月面決まりました。この選手の特徴っていうのは赤羽さんどの辺にありますか？やはり最初の1本目から2本目までを往復で戻ってくるというシリーズと、それからジャンプ系が非常に高いですね。そうですね、今日も他の種目でも2回ターンを見せたり、本当に高い演技を見せておりまして観衆を魅了しています。ここは今2回半ひねりましたね。はい、ここは3回はひねりきりませんでしたが2回、見事な演技でした。アメリカのドミニク・ドーズ選手です。ドーズ選手は今年のブリスベーンの世界選手権の個人総合でも5位に輝いておりまして、とにかく本当にシャノン・ミラーとともに人気を二分しているそうですね。そうですね、今シャノン・ミラーよりもこの選手の方がかなり実力をつけてきていると思いますけども、はい、昨日は失敗が多かったんですけど、はい、今日は頑張ってますね。ここですね、うん、前方でひねってから切り返して前方宙返り、さらに2度目のこれがタンブリング。